TRPG 初心者と経験者、イスの偉大なる種族イカ略、初心者の場合。うわ、何これ、なんかいきなり気が遠くなってきた。う、あ、体がうまく動かせない。終わった。あれ、なんか見たことない場所にいるな。ってよく見たら体が人間じゃなくなってる。なんだこれ。経験者の場合。お、シャコタも体乗っ取られてるやん。あいつらイス人って言って歴史の勉強が好きなやつらやね。過ぎた時代の人間の精神と自分らの精神入れ替えて俺らの時代のことを知るのが目的やね。比較的寛容やから、俺の時代について聞かれた質問にさえちゃんと答えたら自由にさせてもらえるから、まあ気長に待とっか。芸人の場合。二人ともいい感じに話されてますね。イス人の皆様、あちらはシャコタといい、どんな風景があっても実は復活する貴重な魚です。次はフルフルと言いまして、何があっても解説することこの二人はどう扱っていただいても構いませんだから、僕は見逃してねー。